深夜東京のロケーション夢を見てた明かりの灯らない蛍光灯明日には消えてる電路上に開幕戦打ち上げてやくなんないよねここには誰もいないここには誰もいないからねねねねねすぐそこさ深夜東京オークション夢を見た明かりの灯らない蛍光灯明日に消えてる電脳帳に開幕戦打ち上げていなくなんないよねここには誰もいないここには誰もいないああねね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 で昨日は寝れなくて小さな記憶の針は夜の海に浮かんでいる僕らを描いた愛への中に吸い込まれるように週末旅行を楽しもうどうせ全部今日で終わりなんだからああ明かりの灯らない蛍光灯明日に消えてる電路上に開幕戦打ち上げていなくなんないよねここには誰もいないここには誰もいない深夜東京のオークション夢を見てたああ明かりの灯らない蛍光灯明日に消えてる電路上に開幕戦打ち上げていなくなんないよねここには誰もいないから山の春を告げるガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってます。ゆっくり四つ弾きなんですけど、言葉がもうドワーッとこう畳みかけてくる感じ。そしてどっか曲のメロディーもオリエンタルで、なんか和を感じるところがまたこうキュッとこう心をつかむ。これやってみましょう、ぜひ皆さん。今やったバージョンはガゼレレオリジナルちょっとショートカットアレンジにしてますんで、フルでやりたい方はちょっと参考にしていただいて、コード拾ってね、歌詞をどんどん足していただくとフルコーラスできると思います。で、ラストは山さんのバージョンはキーが上がるんですけど、ガゼレレ流ではね、キー上がると難しくなっちゃうんで、そのまま繰り返したんですけど、ちょっとご自分でアレンジしてやってみてください。で、動画のテロップと一緒に、なんとか一緒にできたという方とか、今書いてもらう方もですね、なんかこのやっぱ私のノートをこう参考にしていただくと便利かなと思って、いつもこう写してるんですけど、今このサービスが始まりました。ガズクラブ。クラブ会費660円をいただくと、このガズの書いてるこのノートのデータがですね、皆さんのお手元に毎月5曲お届けできるということで、今クラブイン増加中なんですけど、これ書く時間がないとか、書けるんだけど、ちょっとガズさんの感じを見てみて、これね、早口な曲なんで、こういう時はね、この黒い点でリズムを測ったりとか、ひらがな表記で言葉をね、整理してるんで、こういうのがちょっと私なりのやり方なんで、こういうの参考になるかなと思います、ね。このクラブ活動、ぜひ皆さん参加してください。そういうわけで、映したいと思います。今日は本当言葉が詰まってるんでね、ちょっと見づらいかもしれないです。はい。で、ここにいろいろ書いてあるんですけども、矢印とか止まるとか、これ後で解説していきますけど、基本的には上の段を今、シンプル簡単バージョン上をやって、下の段は後半やるかっこいいバージョンでちょっと出てくる解説とか違うコードということになりますけど、コードは一緒かな。全部この矢印とかね、後で解説していきますんで、ひとまず一時停止でメモっていってください。まずはこの辺かな。はい。言葉がとにかく詰まってるからね。このあーとかね。歌詞カードには書いてないけど、そういうのも入っております。はい。ね、ここ A メロ。はい。ここもタッタッタって書いてある。これ後半やるかっこいいバージョンでここを解説していきます。B メロ。
してここまでいったらサビに戻るっていう感じですね。ここのサビに戻る。これサビはここを繰り返何回も繰り返すことになる。それが終わったらまた今度ここの、まあ、ブリッジバードというか 2番というか3番という方となんですけど、これをやりますと。一応だから構成と要素としては全部やってると思うんですよね、そのオリジナルの曲の。はい。そしてまた、感想を入れて、またサビを繰り返したというのがガズレレ流、オリジナルアレンジでございます。さあ、出てくるコードを見てみましょうと。あ、さっきのね、一時停止。ちょっとこれ見づらい方は動画のテロップを見てもらった方がわかるかもしれません。はい、参考になるようにということです。じゃあコードを解説していきまーす。F、Am、C7、E7、Em7、Dm。これ C が出てこないよね、この曲は珍しいというか。はい。こういうことになっております。これは入門コードですね。入門コード6個です。これです。ドン。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすい動画を作って解説しています。ここにリンク貼っておきますね。この動画を見たらね、面白いようにコードを覚えられますから、必見でございます。今日はその10個の中の6個です。もう遅から早から10個覚えると思うんで、まあ、こういう時のきっかけにこれ覚えておいてください。はい。こっから。かっこいいバージョンに入るんですけど、まあ何度も言いますけど確認で。このシンプル簡単バージョン、じゃんじゃんじゃんで、とにかく歌のタイミングを掴んでください。深夜、東京の六丁半、夢を見た。あ、明かりの灯らない蛍光灯、シータニーを消えて、このシータニーを消えて、この拍をね、しっかりキャッチしないとかっこいいバージョンでもうごちゃごちゃになっちゃいますからね。はい。それを踏まえた上で、じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンでは1個、ちょっとあまり見慣れないコード追加になります。このコードです。D シャープです。これはですね、サビの前でちょっと一回出てくるんですけど、ちょっとまずコードの確認。ちょっとこれ見ておいてください。解説します。押さえ場所、ここと、ここと、ここと、ここ。ちょっと押さえづらいような、こんな感じになると思いますね、これ。これがですね、この曲の中で入ってくるとすごくいいです。ちょっとやってみましょうか。誰も名前の見てくれたヒムとナベラ。ほら、真夜中はすぐそこ、ここ。真夜中、ここはこれね、D シャープ。D シャープ、これ結構珍しいと思うんですけど、ここちょっとね、気持ちがいいコードなんで入れていきましょう。かっこいいバージョンはね、これね、申し訳ないっていうか、なんかなんというかですけど、めちゃ難しいです。なんでかっていうと、16ビートの茶、まあ、この16ビートの茶がメインなんですけど、カッティングで止まるっていうのが入ってくるんですよ。ちょっとこれやってみようか。深夜、東京の上半、夢を見た、こんな感じ。ダンダンダンダダ、ダンダンダンダ。シンコペーション。あ、そうだな。これは今日はちょっと難しいんですよ。まあまあいいや。出てくる弾き方をちょっと最初に総ざらいしておくと、16ビートとカッティングとガズペジオ。この辺が出てくるというふうに、かっこいいバージョンではなっています。まずじゃあ16ビートのチャっていうのを C で弾くと、疾走感。まずこの曲ちょっと EDM の要素がある。EDM っていうデジタル、なんかドラムサウンドみたいな、そんなイメージがあるんで、淡々とドンツクドンツクっていう感じで出したいんですけど、まあやっぱり16ビートだなということが基本になってまして。で、カッティングっていうのはちょっとこういうフレーズが出てくるんですね。なんかこう、たって止まるときに、パシッと止めたいんですよね。はい。それとか B メロで、完璧だ、演出と、完璧だ、人生。このようにパシッパシッと止める。これ止めるのにこの左手のカッティングっていうのが出てきますということでございます。そして、戻ってくるサビのところで、後半でちょっとこのガズペジオを入れて、ちょっとまあ、雰囲気を盛り上げていこうかなというふうに思ってます。16ビートと、カッティングとガズペジオの弾き方、ここのリンク、行ってみてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャ、ガズペジオ、カッティング、動画で解説、深くディープにされてますんで、やってみてください。ちなみに16ビートのチャというのは、超基本である8ビートができた上での話ですからね。8ビートから、これまだ8ビートもできない方、まずは8ビートからどんどんやっていくというのがいいと思います。カッティングはね、やっぱちょっと難しいんで、その動画でノートル要素的に練習するのがいいと思います。ガズペジオは比較的簡単ですけど、それでもやっぱり一緒に歌って、リズムキープするっていうのはちょっとね難易度は高いんですけど、まあまあちょっとずつやっていきましょう。はい。そしてあとねこのマーク入ってくる、たっぷり入ってくる。これはシンコペーションマークってガズレレだけの表記ですけど、リズムが前にスコーンと入ってくるということなんですけど、ちょっとわかりやすいところでやってみますと、一番最初のサビの、リズムが入ったところでシンコペーションを入れようと思います。開幕戦打ち上げてのところですね。ちょっとこの矢印見といてですね。まあゆっくりワン、ツー、スリー、ゴー。開幕戦打ち上げてね、なんなんなんだダーン、は誰もいない、わかった、ダンダンダンズダンダスケダンズケダンダンダンだか前に食い込んでしょ、開幕戦打ち上げてなんなんなんダン、ここには誰もいない、こういう風にスコンスコンって入ってくるのをこのシンコメーションマークっていう風に入ってくるってことなんですけど、これがですね、今回はさっきの解説もしたんですけど、16ビートとかでこうカッティングをしながらこのシンコメーションが入るってやつ。ちょっと歌い出しをちょっとやってみましょう。深夜東京の上半、目を見たか、明かりの灯
稽古と二年だんだ。これがね、イントロ難しいです。じゃん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 、じゃん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 。ここで止まる。シンコペーションで食い込んだところでピシッとカッティングで止める。それをやりながら歌うっていうわけですから。ちょっとここ超ゆっくりやってみる。ワン、ツー、スリー。深夜東京の陸上班、夢を見た。ああ、誰の止まらない稽古と、北には消えてみてんの。難しいでしょ、これはね。で、その後、イントロでは、開幕戦打ち上げて、いなくなる、普通にシンコペーションのリズムに入っていくというふうにやってるんですけど、ここ A メロでもちょっとそんな感じにしてるんですよね。ここにスクリームないよ、ああ、早く行っておいで。難しい話は、シンコペーションと16ビートとカッティングがもうガチッと来てますよ。これはそういう意味でちょっと難しいんですよね。なんでこれはね、かっこいいバージョンは相当高難度です。で、ちょっと難しいという方は、16ビートのチャートひたすらやるのも言ってます。東京の6畳半、夢を見てた頃、ダンダカタカタカダンダカ。まずこの16ビートのチャートで疾走感満載で、シンコペーションとかやらずにね、やってみて、だんだんこれ、ちょっと取り入れていくっていうのがいいと思います。ということでございます。シンコペーションね、やりながらとちょっと難しい。で、さっきも言ったんですけど、B メロのとこは、完璧な演出と、完璧な人生を、これ、パッパッパッ。ここも、はい、右手で止めてもいいですよ。だけど、やっぱり左手の方がノリがいい。きっちり止めていく。左手。カッティングね、B メロ。こんな風になってます。あとね、その次の B メロの、誰もがマイノリティなタイムトラベラー、このタイムトラベラー、これ書けばいいな。ここは2拍3連というリズムで、タタタタタタタ、タイムトラベラー、言葉に合ってます。ここだけちょっとやってみます。後半から、誰もがマイノリティなタイムトラベラーですね。タイムトラベラー、ここになってる。そしてその次にさっき解説したかっこいいコード1個追加で、ほらまーような D シャープで入ってくるということが、キーポイントになってくると思います。ここでトローと伸ばす。ほらー、深夜ということです。で、戻ってきたサビは16ビートのシャなんですけど、シンコペーションなしで、ドーッとこう突き進む EDM っぽい感じで、やろうかなというふうに考えております。そしてまあブリッジパートのところでもちょっと優しめに、明日世界は終わるんだって、昨日は寝れなくて、こんな感じでまた、16ビートのチャットカッティングと、シンコペーションのフレーズを入れまして、その後まあサビにまた戻るんですけど、その時に伸ばしたりはガスペジオでちょっとこうエモーショナルに一回下げといて、またサビでドンと盛り上がる、こんなストーリーにするのが、まあ、一応ガズレレオリジナルアレンジということにさせていただいてます。これはですね、勢いすごいです。グイ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 前のめりでいくエネルギー、これをテーマにするといいんじゃないかなと思うんですけど、ガチャガチャにならないようにしたいですね。こうガチャガチャやるという意味じゃなくて、こう本当パワフルな力強いっていう意味で、捉えるといいと思います。そういうわけで、春を告げる。もう山盛りでね、このリズム本当難しいんですけど、まずね、ちょっと私のデモ演奏を聞いてもらって、この感覚を掴んでもらってね、さっきも言ったんですけど、16ビートのチャで最初ザーッとやって、いいところだけちょっと、かいつまんでだんだん育てていくみたいなイメージがいいと思うんで、ちょっと取り組んでみてください。私もちょっとね、こう、きっちりできるように、やってみようと思うんですけど、はい、しゃるぞ、山の、春を告げるガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、深夜東京の歴史は夢を見れた。ああ、明るく止まらない稽古と、しっかり聞いてる天の城に開幕戦打ち上げて、いなくならない夢、ここには誰もいない、ここには誰もいない。バラよ、とりあえず上がって下げても飛んでさ、いつも誰にでも言うことを繰り返してる。完璧な演出と完璧な人生を、幼少期の面影を誰も知らないんだ。誰もがマイノリティなタイムトラベラー、ほら真夜中はすぐそこさ、深夜東京を目標は夢を見てた。あ、明かりの灯らない稽古と、明日にも聞いて電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくならないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいない。あーね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 ー。明日世界は終わるんだって、昨日は寝れなくて、あ、小さな記憶には、
夜の海に浮かんでいる僕らを長い絵の中に吸い込まれるように、週末旅行を楽しもう、どうせ今日で全部終わりなんだから、デレデレデレああ明るく灯らない蛍光灯、明日に消えてる天皇城に開幕戦打ち上げていなくならないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいない、深夜東京ボロクションは夢を見てた、ああ明るく灯らない蛍光灯、明日にも消えてる天皇城に開幕戦打ち上げていなくならないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいない、せーの、ケガちゃん春を告げるガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう叩き見かけるようなこのエネルギッシュなバーッという疾走感と、ちょっとやっぱりこうなんていうのかな、あの空虚な感じの歌詞ですけど、あとはそのオリエンタルのメロディーとなんか加わって、すごくこうなんか、独特の世界観がまたこの気持ちがいいというか、でも難しいですけどね、あの本当相当脳トレになると思うんですけど、まあさっきも何回も言ったんですけど、まずは16ビートでバーッとこう疾走感満載でやって、その中で今のかっこいいバージョンからできそうなところをこう付け加えていって完成させていくという流れがいいんじゃないかなと思います。この曲今話題なんでね、これ早いところとか、さ始まりの深夜東京の6畳半、ここのねこのフレーズだけでもできるようになると、まあすごくこう いいですよね。ぜひ皆さん、楽しんで音楽やっていく。あ、お知らせです。今使っているこのガズのわがままウクレレとか、これリーズナブルで、使いやすい、ガズの初めてウクレレ現在販売中と予約受付中でございます。あとそれとこれもねお知らせしてます、弦が発売されておりますよ。ガズレレジャンド G ラボンの柔らかいウクレレ弦、チューナーなんかもあります。そんなねちょっといろんなね情報、もういろんな情報ここにまとまってます。ウクレレなんかの情報、ウクレレや弦やチューナーの情報、ここにひとまとめにしてるんで、ぜひご覧になってくださいませ。はい、皆さんこの音楽をやる楽しさ、今度は周りの皆さんにもシェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとあのご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、 もう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのあのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるあのサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構こう盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。